キックオフ山梨スタート。まずはゴールラッシュに沸いた5日のホーム秋田戦、ヴァンフォーレは前半9分、長谷川のクロスに鳥海の今シーズン初ゴールで先制します。元木と目が合ったんで、元木がピンポイントで上げてくれたんで、あとは合わせるだけでした。22分にはコーナーキックから満車、自らの結婚を祝うメモリアルゴールでした。Sim, foi para minha esposa, né? Ela sempre me cobrando aí que quando eu fizer um gol, tem que homenagear ela, né? Tem que ser para ela, fazer uma comemoração para ela. Então, ontem ela disse que hoje eu faria um gol e que não era para esquecer da comemoração. Então, não esqueci, né? E ela, acho que ela ficou muito feliz. さらにその6分後には、関口のクロスからジェトゥリオ。打点の高いヘッドで追加点。Forte. Hoje também tem um cruzamento do Márcio que foi importante, nós vem treinando. Ele mandou a bola ali, eu tive a oportunidade de fazer esse gol. Estava bem posicionado e graças a Deus eu fiz esse gol. 後半も勢いは止まらず、鳥海と長谷川がボールを運ぶと、最後は鳥海が冷静にネットを揺らし、この日2点目を挙げます。セカンドボールにうまく反応できて持ち運べたのが良かったですし、左足のシュートは結構自信あるので、それがゴールに結びついてよかったです。その後1点を失うもののアディショナルタイム、竹富が相手のクリアミスを逃さずダメ押しゴールを突き刺し、今シーズン最多タイの5ゴールで後半戦初白星をつかみました。ここから予算するんで共に戦ってください。ここからはキックオフ山梨です。明治安田生命 J2 リーグ水曜日の秋田戦は甲府快勝としました。はい、興奮して眠れなかった人多かったんじゃないですか。いや本当ですよ ね、激しいゲームでした。はい、鳥海選手の今季初ゴールが生まれましたし、さらに J は6位と変わらなかったんですが、自動昇格圏2位との勝ち点差はわずか3となりまして、大きな試合となりました。そうですね。さあ続いては小学生年代のサッカーです。七穂カップの決勝が昨日北斗市で行われ、今年度初の県ナンバーワンが決まりました。58チームが出場し、去年と同じカードとなった七穂カップ決勝、先制したのは5連覇を狙うヴァンフォーレ甲府アンダー12。前半15分、浅川が巧みに抜け出すと冷静にゴールに流し込みます。ヴァンフォーレは後半4分にも飯沼がシュート、クロスバーに弾かれますが、こぼれたところを志村が拾い、強烈なミドルシュート、貴重な2点目を挙げます。フォルトゥナ U12 も反撃を試みますが、ゴールを奪うことができず、2対0でヴァンフォーレが勝利、5連覇を達成しました。いい形で抜けてキーパーと1対1で流し込めたので良かったです。決勝の模様は22日土曜午前10時30分から YBS テレビで放送します。続いては山梨県サッカー協会からのお知らせです。今月22日土曜、コセスポーツ公園補助競技場で甲府アンダー6フェスティバルを開催します。甲府市在住で6歳以下の園児とその保護者が対象です。サッカーをはじめ親子でスポーツの楽しさを味わえるプログラムとなっています。申し込みの締め切りは14日金曜まで。詳しくは山梨県サッカー協会のホームページをご覧ください。特集は先月スペインで行われたサッカーのジュニア国際大会、コスタ・ジローナカップに挑んだ山梨の小学生です。親元を離れ世界最高峰クラブと対戦したスペインでの1週間、番組は彼らの挑戦に密着しました。先月スペインカタルーニャ州で行われたジュニア国際大会コスタジローナカップ、国内選考を経て結成された日本人チームの一員として3人の県勢選手が参加しました。丸山優斗選手、
まあ、その技術を身につけてスペインのチームにも勝ちたいです。久保田樹選手、いつも以上に考えてプレーする、チームを勝たせる得点を取りたいです。中陣清選手、1対1を絶対負けたくないです。ドリブルで全員抜きたい。3日間のスケジュールで行われた大会には地元スペインのチームをはじめ世界各国から強豪チームが集結。3人の属する日本人チームエクスクルーシボ FC は総勢20人、 U11 カテゴリーと U12 カテゴリーに分かれ参加しました。やっぱり不安だな。自分の思ってることをみんなに伝えれるかな。出発前、不安を口にしたのは U11 チームに2年飛び級で参加した小学3年生の中陣選手。1週間親元を離れるのも初めての経験。ドリブルを得意とする中陣選手ですが、大会序盤は外国人選手のスピードとパワーに苦戦。自分の思い描くプレーができません。その中迎えたグループリーグ最終戦はレアルソシエダードと対戦。この試合キャプテンを任された中陣選手は気合十分でした。点決めたり声をかけたりしないとと思った。すると千載一遇のチャンスが。ゴール前でボールを受けるとキーパーの頭上を抜くループシュート。スペイン屈指の強豪から貴重な先制ゴールを奪います。その後は立て続けに失点を許し、試合には敗れたものの、中陣選手はスペインの地でゴールという結果を残しました。喋れる人もいるし、点も取れた試合があるから本当に嬉しかった。一方、丸山選手と久保田選手の U12 チームがこの試合に勝利すると決勝トーナメント進出が決定。相手はイングランドの強豪リバプール。試合は世界トップレベルの相手に圧倒されます。リバプールの時はやっぱ一回その横のパスでミスっちゃったからもう怖かった。プレッシャーの来る位置とか速さとかなんか狙ってる場所がすごいなって思って、そこが一番衝撃的でした。足元の技術が日本では見ないような感じでもうどんどん抜いて、体も大人くらい大きかったしスピードも衝撃的でした。結果は0対6、世界の壁を感じる敗戦となりました。日本初の優勝をしたかったから悔しかった。明日はとにかく全力を出して点を取って勝ちたいです。もしもミスったとしても慌てない、ちゃんと立て直すとかを意識して、下位リーグの中でも上を目指せるように頑張りたいです。翌日からチームは負けたら終わりの下位トーナメントへ。準決勝は試合終盤までスコアレスドローの膠着状態が続きますが、丸山選手の右サイドを起点にチャンスを作るとクロスボールに久保田選手のヘディングシュート。しかしゴールとはなりません。それでも歓喜の瞬間はその直後でした。右サイドでボールを受けた丸山選手がクロスを上げると、中で合わせたのは久保田選手。山梨コンビが決勝進出を決めるゴールを演出しました。最初ヘディング外した時はやばかったけど、もう一回同じようなシーンが来て優斗と目合ったから動き出して気持ちで押し込みました。気持ちがつながってゴールにできたと思うからすごい嬉しいです。急
急増のチームながら、試合を重ねるごとに増してきた一体感。有終の美を飾れるか。このチームで戦う最後の試合、下位トーナメント決勝。試合はサイド攻撃からチャンスを作るも、ゴールは遠く。相手チームの縦に速い攻撃の前に連続失点を許し、結果は惨敗。 U12 チームの挑戦は下位リーグ準優勝という結果で幕を下ろしました。負けた時に、流したみんなの涙が本気な証拠だから、このスペイン来て上手くなった子めちゃめちゃいると思う。本当にもう一生仲間だからね。日本代表とかになって会えたらいいんじゃない、みんなが。じゃあ胸張って帰りましょう。いいですか、いいですか。親元を離れ異国の地スペインで過ごした充実した1週間、感じた悔しさ、手に入れた自信、そしてサッカーという共通言語で分かり合えたたくさんの仲間。この貴重な経験を糧にどんな成長を見せるのか、彼らのこれからの活躍に目が離せません。期待と不安の中、たくさんの刺激を受けて一生ものの経験となりましたね。彼ら日本の宝になってもらうかもしれませんからね。そうですね。そんな彼らのスペインでの1週間、もちろん今回の特集だけでは伝えきれません。 YBS テレビでは来月20日日曜日の午後4時から特別番組を放送する予定です。彼らが海外挑戦で何を感じ、何を持ち帰ってきたのか、サッカー選手としてのみならず人としての成長も描きます。ぜひご覧になってください。